ビジネススクールは国際的には経営学及び関連した科目を教える学部から大学院レベルの高等教育機関。日本においては修士や経営管理修士などの学位を授与する大学院の修士課程や専門職学位課程を指す場合が多いが欧米社会におけるビジネススクールとは学部教育、大学院教育、ノンディグリー教育で構成される。ただし、 日本においては、学校教育法で定める学校ではない、教育機関でもビジネススクールという名称が使われてきた歴史がある。例えば社会企業大学などのようなビジネスパーソン向けの各種の実務セミナーや、学位でも国家資格でもなく、受講者自身の業務成果の獲得を目的としているもの、資格取得やスキルアップキャリアアップのためのスクールなどがある。各種講座や、 セミナーなどとして主催しているものなどもある。このようにどこまでがビジネススクールなのかという問いに対する答えは国ごとの教育機関の基準の違いに依存してしまうので、いわゆるビジネススクールとしての教育と研究の基準を満たしているかを審査する国際認証と国際ランキングが存在している。フィナンシャルタイムズ、エドウナバーセル、エコノミスト、キッカレディ・シモンズ、 ビジネスウィーク、US ニュースワールドレポート、フォーチュン、ウォールストリートジャーナルなどの有名なビジネス雑誌がそれぞれ独自にビジネススクールの MBA プログラムの世界ランキングを定期的に公表している。世界最古のビジネススクールは1819年に設立されたイスコープヨーロッパであり、フランスパリ市に置かれたグランゼコールの一つである。現在ではベルリン、 ロンドン、マドリード、パリ、トロント、ワルシャワにキャンパスがある。米国においては、1881年に設立されたペンシルベニア大学、ウォートンスクールが、米国初のビジネススクールである。日本最初期のビジネススクールとしては、明治時代の1875年に、森有則、渋沢栄一、増田ガタにより設立された、商法講習所や、 1978年に、兵庫県や福沢諭吉により設立された神戸商業、講習所、森下岩楠や岩崎八太郎により1878年に設立された三菱商業学校、1880年に五代、友厚らにより設立された大阪商業講習所、1882年に設立された横浜商法学校などがある。以下の学位が一般的である。 複数の認証を受けている学校の数、ビジネススクールのアクレディテーション機関としては、米国においては、アソシエーション2アドバンスコリージェット、スクールズオブビジネスであり、欧州では、アソシエーションオブンバス及びエフェムリが発行する、欧州品質改善システムがある。日本国内で認証を受けた学校は、慶應義塾大学、名古屋商科大学、立命館アジア太平洋大学、国際大学、 明治大学、早稲田大学である。中国中国では MBA が過剰なまでに注目されており、現在 MBA 取得者が200万人もいると言われている。日本日本国内では、慶応義塾大学が1978年に経営学修士コースとして、社会人向けに2年生の修士課程を設けたものが最古である。今日では社会人を対象とした経営学修士プログラムは、 オンサイト型、完全遠隔型などがある。また内容にも、種従のものが見られ、エグゼクティブ MBA、MBA、MSC に分類される。また通学の便利を図るため、従来のフルタイム型以外に、土日あるいは平日夜間を利用したパートタイム型のカリキュラムを開講する大学院が多い。受講生も分離問わず社会人の入学が多く、ビジネス街の中心部に、 サテライト教室を設ける大学院も多い。香港、オーストラリア、アルゼンチン、アメリカ、合衆国ハーバードビジネススクール。ハーバードビジネスレビューの編集元であるアメリカでは、現在、500を超す大学、教育機関が MBA 課程を設置している。IB リーグ発行のうち、ブラウン大学とプリンストン大学は MBA 課程を持たない。 MBA は学校によって特色があり、一概にどの学校がトップであるかとは判断しにくいが、複数のマスコミから毎年ランキングが発表されており、そのランキングは就職率や初任給の高、また生徒や実業界からの評価により変動している。アメリカの主な MBA プログラムカナダヘック、経営大学院、ロンドンビジネススクール、IMD、 イエセビジネススクールなど各国に有力なビジネススクールがある。また近年ではオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ダラム大学などイングランドの古典総合大学にもビジネススクールが併設され高い評価を得ている。イギリスロンドンビジネススクールイタリアオランダスイス、スウェーデンスペインドイツフランスヘック経営大学院はグランゼコールの一つ、ベルギーロシア、 ありがとうございます。